世界柔道パリ2011はご覧の日程で行われます。男子60キロ級、66キロ級、そして女子の48キロ級、から始まりまして、最終日は男子女子の団体戦。今大会は無差別級はございませんということで、今日の試合は男子の73キロ級、そして女子52キロ級と57キロ級ということになるわけですけれども、ご覧の通り日本人選手たちがエントリーしています。さて注目、まず73キロ級ですけれども、こちらは去年の東京大会で金メダルを手にしました秋元選手、期待がかかりますね。はい、昨年の、はい、思い切った柔道をということだったんですけれども、東京大会以降ですね、はい、怪我が続いて、もうその成績も思わしくないというところで、はい、今大会どのような戦いを見せてくれるかというところに注目されると思います、はい、この秋元選手は決勝トーナメントに進出しまして、そしてその下に位置しています中谷選手もですね、決勝トーナメントに進出しました。楽しみですね。そうですね、グランドスラムパリ大会、はい、東京大会パリ大会、そして4月行われましたリオ大会と、はい、3大会に優勝して、決して派手さはないんですけれども、非常に自分の柔道を貫いて、うん、寝技を中心とした戦いで、はい、非常に調子いいと思います。しかも南條さんにとっては、高校の後輩、新田高校の後輩になるんですよね。ですからそういう意味でもこうちょっと気持ちが入ってくるんじゃないですかね。はい、さあそして続きましては女子の52キロ級になりますが、52キロ級もこちら中村西田としのぎを削る2人が一つの頂上を目指し戦います。そうですね、こちらの見どころはどんなところになりますでしょうか。昨日の48キロ級と同じく、やはりそのもうこの世界ランク1番2番の、戦いぶりというものが注目されると思いますし、はい、同じく来年のロンドンオリンピックに向けた切符を争うという面で、非常に面白い戦いが、展開されるんじゃないかなと思います。はい、さあそしてもう一つ残すところは女子の57キロ級ということになりますけれども、前回チャンピオン女王に輝きました松本、そしてベテランの佐藤で、果たしてメダルはどうなるかというところなんですけれども、まず松本は連覇がかかりますね。そうですね、はい、松本もこの大会を迎えるにあたって、膝の具合が思わしくなく、はい、まあ、この大会に合わせては来てるんですけれども、どのような戦いをするのかということでちょっと注目したいと思います。はい、一方ベテラン佐藤についてはどうですか。そうですね、北京の、はい、北京オリンピックの代表ということで、その後も怪我もあり、非常にもうこのままフェードアウトしてしまうんじゃないかというふうに言われてたんですけれども、はい、見事な復活でここまで来ました。ベテランの味を十分に出せば、はい、十分にチャンスあるんじゃないかなというふうに見てます。しかも佐藤選手は、こちらも筑波大学の南條さんの後輩ということ で、 そうですね、はい、男子の秋元選手もそうなんですけども ね、 はい、ですから人一倍また思いを込めてご覧になると思いますけれども、ね、はい、さあそれでは早速決勝トーナメントに参りましょう。まずは準決勝です。19歳でつかみ取ったオリンピックの銅メダル。しかし彼女にとっては3年前の北京には悔しさしか残っていません。負ければリベンジの機会は、オリンピックの夢は絶たれます。さあ悲壮な覚悟を胸に2011世界柔道パリ大会、中村美里が準決勝を迎えました。準決勝の相手はスペインのカラスコサ。女王返り咲きを狙う中村美里の前に立ちはだかる31歳のパワー柔道家です。白い道着が中村、左で相手の襟を持つ左組みになります。対するカラクスコサは右組み。さあ塚田さん、はい、どういうところがポイントになるでしょう。やっぱり前半すごく飛ばしてくると思うんですね、カラスコサ選手が、はい、そこでやっぱり合わせずに相手のペースで試合することなく、今もちょっと序盤先に組まれることが多かったんですけれども、はい、こういう点を徹底的にやっぱり自分の組み手にしていくってことで自分のペースに持ってってほしいですね。まずどちらが先に自分のペースをつかむか、中村がつかめるかどうか。合わせなくていいと思いますね、はい、どんどん自分からですね、はい、さあここも左手で相手の襟を取りました、はい、さあ小内刈りどうか。一つ中村が中村らしい技を見せました。竹下さん、はい、今日のですね中村なんですが、
3回戦でアン・クーンウェイと戦ってですね、ゴールデンスコアをもつれ込みました、はい、非常に体力の消耗が激しいんですけども、うん、このですね準決勝を前に、また一つですね気合を入れ直して非常に充実した感じでですね決勝まで勝ち上がりたいということです。あ、そうですね、このベルシー体育館の畳のすぐそばから三四郎さんのリポートです。少しこの辺は体勢が苦しくなったりでしょうか。まあ、なんといっても3回戦で北朝鮮のアン・クンエから勝利を収めました。北京オリンピックの準決勝で敗れた相手でした、まあ、あまりのパワーの差の前に何もさせてもらえなかったあの19歳の夏でした、まあ、それを塚田さん、はい、パワー負けせずにですね、はい、中村が勝ち上がりました。そうですね、指導を取られてからまたさらに指導を取り返しての勝負でしたんで、はい、太陽都市一本勝ち。この表情をご覧ください。気迫のこもった3年前のあの夏、オリンピックで勝つまでは畳の上では笑わない、そう自らに誓った中村美里。スペインのベテランカラスコサから堂々一本勝ち。いや塚田さん、はい、見事ですね。見事ですね。前半ちょっと押されたんですけれども、はい、徐々に足技から大技へっていう風に技を繰り出してっていましたんで、気持ちよかったですね、ハマった時は、はい、これで3年連続の決勝戦進出が決まりました。中村美里22歳の進化を見せました。さあオリンピックへの思いは同じです。負けることが許されない中村美里の待つ決勝戦に、この後西田由加の準決勝です。これが最後のシーンです。少し組み負けている感じもその前はあったんですが、足技から崩して入っていってますね、大きい技に、はい、素晴らしいです。これで中村美里の条件は整いました。2年連続世界柔道の決勝戦は日本人対決となるのか、いよいよ西田が準決勝の畳に向かいます。ここまで4つの勝利はいずれも一本勝ち、しかも全てを得意の背負い投げで決めてきました西田由加。これからルーマニア代表キッとの準決勝です。さあとにかく絶好調で迎えたこの準決勝です。西田白い道着、得意の左組みからのこの背負い投げで4つの勝利はいずれも一本勝ちです。ただこの準決勝の相手ルーマニアのキツですが、こちらもですね塚田さん、はい、オール一本で勝ち上がってきました。そうですね、とっても勢いのある選手ですね、はい、しかも4試合合計5分52秒という、まあ、ランキング上位8人の選手がシードに入っているんですが、そのシード選手を2人投げ飛ばしてきました。非常に勢いはあります。喧嘩四つになりました。少し西田、さあここで背負いに行く、初戦見せた背負い投げの形です。ずっとあの昨年から西田選手が練習している技で、それが1回戦決まったという形なんで、すごいあのいろんな新しい成長というのを見せてますよね。あ、なるほど、はい、進化を見せてますね。そうですね。あ、タンタ、ここは受け入れを取られて内股入ってきます。もともとこのキツも57キロ級の選手で、この夏から52キロ級に階級を一つ下げてきました。ですから松倉さん、西田とするとよく知らない選手と言えるかもしれません、はい、そうですね、ちょっとあの他の国際大会での対戦経験というのはないかもしれないですね、はい、あのま、試合を見てますとどうしてもキツ選手はこう前を詰めたいと、釣り手でぐっと寄せてそこから内股に入ってくるというあのスタイルなんで、はい、西田選手はあの園田監督からのこうあの指示が飛んでますけれども、しっかりずらして、そしてそこから間合いを取っていけと、それが分けるんじゃないですかね、勝負の分かれです。間合いが近づくとあのルーマニアキツの内股などが効いてくる、はい、そうですね、それを許さない。ただ西田も背負い投げの間合いがあると思いますが、そうですね、それを取るためにやっぱりこの状況で、あとここは腰に乗せてきます、はい、乗せられないことですね、はい、乗せられてしまうとどうしてもあの分が悪くなってしまいますので、しっかり間合いを取って、すでに中村が決勝戦進出を決めました。
自分で攻めろという声を全日本園田竜二監督です。まだ両者にポイントはありません。ああここも奥を取られると苦しい体勢になります。ああ内股から今小内も見せました。ルーマニアのキッズ背負い投げに入る。待て、まあ、ここまで4つ見せていますので警戒はしてくるでしょうね。そうですね、西田選手がこう左手で釣り手をつこうとするときにですね、キッズ選手がこう両手でこうちゃんとずらして相手の西田選手の釣り手を殺してるんですね、はい、この時にやっぱり西田選手は両襟から取りに行ったりですね、ちょっと攻めの姿勢というかスタイルをちょっと変えていったりすると効くと思うんですけれどもね、はい、あこの辺は組み手のうまさもキッズが見せています。ここですね、相手の襟の高い位置を持って引っ張り込みます。しかも足技もよく出ているキッズ。いや全くこの52キロ級の中では無名の選手です。だが思わぬ強敵を迎えました。跳ね上げた。待て、一瞬西田の体が宙に浮きました。不用意に受けてしまうとですね、やっぱりこういう風な場面になってしまって、やっぱり見た目的にですね、もうそこか攻めてないというふうに見られてしまいますんで、そうですね、はい、場外際でもやっぱり気を抜いてほしくないですね。ややここは引き目を抜きにして、さあ背負いに入る。入りましたね。一つ技を返しました西田。袖釣り込み腰も持っている西田ですが、ここは得意の左の背負い、ただ研究されて対策を立てられた中で去年世界チャンピオンになった西田が、それでもこのパリ世界柔道ここまでの4つの戦いは全てその背負いで決めてきました。あ時々この大腰も見せます。早いですね、はい、運転を持ってからの攻めが選手はとっても早いです。さあこの強敵を超えないことにはオリンピックの夢すらも砕け散ってしまいます。西田優香、中村美里との非常に激しい代表争い、こんなところで負けることは許されません。さあここも奥を取られた。危ない。足技小外だったでしょうか。そうですね、小外ですね。前に出ながらの小外ですね、はい、まあ、なんとか、ただ今日西田も調子がいいので、そうですね、しっかり反応してるんで、はい、大丈夫だと思うんですけども、やっぱり何があるか分かりませんので、そうですね、はい、間もなく3分が経ちますが、まだ両者にポイントがありません。技を重ねてきましたルーマニアのキッズ、57キロ級の世界ランキングは27位の選手です。ただやはり長身です。57キロ級から、あそして今指導、西田に指導。東京世界柔道世界チャンピオン西田綾吉、まだポイントは動いてはいませんが先に指導をもらいました。いや組手争いが非常に厳しい。最初のワンアクションどうしても遅くなってしまうんですね、はい、ここをやっぱりなんと変えていかないとですね、なかなか難しいかなと思います。足を飛ばしてくる、足を飛ばし返す西田、遠い投げ。あこの辺はただキツも逃れました。選手も非常に体が柔らかいですね。あ今の受け方ですか。そうですね、ちょっともう、まあ、もう少し体の硬い人だったら多分一本で投げられてると思うんですけれども、はい、反応してやっぱり体をこう回転してまた戻してますんで、とってもしなやかな選手ですね。背負い投げ、どうだ、一本、思わず両手のガッツポーズ西田優香。これでなんと初戦からオール一本での決勝戦進出。いや苦しみましたが西田優香、最後は一本での決着です。見事でした。2つ持ってあっという間にかけましたね。あ持った瞬間ですか、はいはい、さああるいは決勝戦の畳で待つ中村美里に見せつける切れ味抜群の背負い投げ。これで条件は整いました。究極の代表争い、リベンジかそれとも返り討ちか。52キロ級のなでしこ2人、世界の頂点で再び相対します。